たせしました。こちら棒針でのモチーフつなぎのニットバッグです。裏は、布地で内袋をつけてあります。で、棒針レッスンの方でこれあのモチーフをね、いろんな模様を編みながら、一つがあの比較的すぐに初心者の方でもできると思うので、それを必要な枚数、自分が作りたいバッグの大きさとか形を考えて、作ると楽しいんじゃないかと思うので、こちらを何回かに分けてやってみたいと思います。で、まず今日はですね、結構あの模様と模様の間にこれあのガーターです。両サイド3目ずつ以外はガーター、表でも裏でも表編みをするっていうガーターですね。これを入れるとあのバッグがしっかりこう厚みがあって、ガーターっていうのはしっかりするので、バッグがしっかりするのと、あとこうなる横に来るね模様がを引き立ててくれるのではないかと思って、今日はこれをやりたいと思うんですけれども約束事が、あります。ですね、赤で書いたら見えづらいかな。目数と段数です。適当に書きますが、目数はこれ21目にします。で、ほぼ正方形にするために、こちらは、作り目を除いて裏から始まって、裏で終わるっていう感じなので25段編みます。英語だと R と S になるんですけどね、こういうふうに。で、この21目っていうのはあの模様編みを考えるのに中心の目があるとすごくあの考えやすいし、例えばあの、模様編みの模様編み集みたいな本であのを使うにしても、あの中心を決めておくとあのこういろんな模様を配置しやすいと思います。で、それからもう一つが両サイド3目ずつですね。一番端は常にあの表になるように裏では裏目を編み、表では表目を編み、あのひっくり返して滑るっていうやり方はしないで、常にこれは両サイドの、一目ずつは閉じるのに使うので、表目を入れます。そして裏目、表から見て常に裏、そしてあの何かの模様でやりましたけれども、まあこれからやりますが、この大きく見えてるこの表目ですね、これは裏で滑って糸を手前にして、だから裏側であの表が表目になるように編むような要領で、糸を手前にして表で編むっていう2段置きにこう大きい表目のできる、この3目はこういう形で決めます。で、この裏で滑って表で編むっていうのを入れると2、4、6、8っていうふうに段数が数えやすいです。で、2、4、6、8って10段に来たら2、4、6、8と10段に来たら、こうやって印を入れとくと、その次の目からまた2、4、6、8で2、4で裏を編んで閉じるという形になります。25段で表で伏せ止めで閉じるという形になります。で、こういうあのものを持っておられない場合は、こういうヘアピンですね。まあヘアピンもないっていう場合は、100均でもこういうの売ってるのかな。こうやってね、こうやってしとけばいいです。いいと思います。
何かとにかくこうやってこういうものがない場合はこれダンスマーカーとかっていうのかな、こういうふうにしとくといいと思います。で、まあ、ガーターの場合はですから21目のうち両サイド3目3目で6目を取るので21-6 15目になりますね。この間は15目です。こういう形でまずは今日はガーターをやりたいと思います。で、このそれでそれともう一つは配置をですね、だいたいまあガーター一つ編んだらだいたいもう大きさもわかると思うので、糸によって大きさ変わってくると思いますが、私はもうこういうなんかほどいたね、既製品をほどいたこういうヨレヨレの糸をの2本取りでしてますけど、でこの糸自体も極細が246極細6本ぐらいでできた糸ですけれども、まあだからそうですね、波太ぐらいでしょうか。だいたいだから棒針でいくと5、6から8号ぐらいの用の糸でこのぐらいの大きさになると思います。そして自分が作りたいバッグのね、私の場合は先ほどみたいなトートバッグですけれども、こうやって何個いるかっていうのをねこう決めておいて、ごめんなさい、すごい乱暴こう決めておいて、まあ下は1234、上から考えた方がいいですよね、枚数をね。ここは模様が来た方がいいですよね、模様で、ここガーター、そうなったら今度ガーターの模様で、もこれ パターンっていうことですね。ガーターでガーターの模様っていう、こんな感じかな。これいくつある、1234グループだから、そうですね、私の場合はこんな感じなんですけど、だからガーターのこういう編み地が1234566枚、6ピースで、模様編みが1234566、同じですよね、模様編みが6枚っていう感じですね。それでだからこう楽しくね、模様編みを6枚配置を考えながらね、ガーター作りながらできたのを閉じながらとか、まあ、いろんな楽しみ方ができると思います。上にねやっぱり模様編みがこういうふうに蓋つけた方がいいかなっていう感じがしますが、だからこれが基本になりますね。3目3目の間15目ということで、この中の15目の部分に模様ガータならガータ、あといろんな模様がをここで作っていくという形になります。で必ず端はこういう形でやってみようと思います。初心者の方はこういう糸はこういうふうにね、何本にも分かれた糸じゃなくてちゃんと寄られた糸を使われた方がいいと思います。で大体これこのぐらいの長さで、だいたいねちょっとね端を多めに取っといても、これなんかそうしたんですけど閉じるのに使えるんで、あっちもこっちも閉じるんでね、ちょっと多めに取ってもいいと思います。でこういう感じで、これは糸がどのぐらいあるかによると思うんですけれども、でいつも通り作り目です。
こうやって、こっちが端ですね。こちらが端、右側に端が来て、左側に糸の毛糸玉があります。こういうふうにして、こっちが端、こう握ります。そして人差し指にかけて、親指にかけて、でこの糸端の来てる方、サイドまた3本で握ります。こういう状態ですね。でピーンとここを張ります。でこれがもうこうやって向こう側からこうする、これがもう一目目です。1、2、3、ちょっと拡大した方がいいかな、ズームした方がいいですかね。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、こう手前側の親指とこの3本の指との間の針を、糸をこういうふうにすくって、で向こう側です、人差し指にかかってる糸をして、この輪の中に入れるっていう感じですね。14、15、16、17、18、19、20、21です。で片方の針を抜きます。それでこの糸端が左に来てるのが表になります。でこれから編むのが裏です。こういう形です。では裏を編んでいきます。端は表から常に表、裏では裏目です。で少し締めてください。キュッとじゃなくていいですけど、少し締めます。次は裏、裏からは表です。で3目目、糸を手前にして、針に、左の針にかかってる状態のまま右の針に取ります。もっと拡大だな、こういう感じです。でガーターですから、裏でも表でも表目を編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15目編めたら、また糸を手前にして右の針にそのまま移します。こうです。そして糸を向こうにして、表から裏目になるように表目を編みます。で端は表から常に表目なので裏目を編みます。はい、裏を編んで1段目が編めました。でひっくり返します。そして2段目表です。端は表、裏、そして裏で滑った目を編んで大きい表目ができます。これが2段分ということになりますね。 裏で滑って編むので、でここから15目は裏でも表でも表編みです。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、8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 3、74、
10、11、12、13、14、15、そして裏で滑った大きい表目、そして裏目で端は表目です。これで2段目ができて、大きい段の段数の目印になる表目が1つできました。でひっくり返します。で表を基準に考えます。表裏糸を手前にして、右の針にそのまま移す。でここからはガーターなので、表からは裏目を作る。常に裏でも表でも表を編みをします。はい、残り3目です。糸を手前にして、目を右の針に移します。そして裏目、表目です。はい、ひっくり返して表を編みます。4段目になりますね。表ちょっと締めて、裏で裏で滑った大きい表目、これで2、4と4段目ということが分かります。で常に表を編む中の15目です。で裏で滑った表目で裏表、次裏、表を基準に表裏で糸を手前にして滑る。でガーターなので裏も表も表目です。はい、ずっと先ほどと同じように表裏表裏と編んできまして、この大きい後ろで滑る目ですね、これが2、4、6、8と10のとこで印つけてます。そこから2、4、6、8と10のところで2ときて、次が24段目になります。表の最後です。でここ後ろで滑った大きい目を編んだら、ついこう裏目を編みそうになると思いますが、ガーターですから、常に表を編みます。これ13、14、15って数えるなくていいように、この3目の中側に目数リングっていうのがありますね。あれ入れてもいいですね。そうするとながら編みがしやすいです。表裏表ときました。で最後の25段目、これで20のここで20ですね。20の2、2、4と24段編んだことになるので25段目で最後になります。これ裏を編むとき、今裏を編んでるんだっていうことを意識しながら表を基準に考えます。裏表って裏目表目ってするんではなくて、裏目編むんだけど表裏で糸を手前にして表目を滑る。そしてガーターだから表から裏になるように編むっていうふうにね、表目を基準にして考える癖をつけるといいと思います。
違った。こういうところにね、あのリングメカズリング入れとくと、今みたいに編みすぎちゃったりとかしなくていいんで。で残り3目糸手前にして表目滑る、で裏表です、表から見て。はい、これで10、20、これですね、20、24、25段が編めたことになります。で次の表で伏せ止めです。編んで常に表目を編みます。編んで次を編んで手前の一つ手前をかぶせる、編んでこういうふうに目にかぶせる、これが伏せ止めです。編んでかぶせます、編んでかぶせる、こういう形で全ての目を伏せ止めにします。手編みの像が出されてる方たちすごいですね。あれ本当にね、手元視線撮影、あのおそらく多くの方があの自分の前に、スマホを置いて、スマホのモニターを、あ、スマホを覗きながら編んでおられるんだと思うんですけど、どうも私は多分あの裸眼ならよく見えるけどっていう、すごくあの視力がね、あのドキンガンなんでというか、まあ不器用なんでしょうね。こういうなんか横から覗いてもらってるようなアングルになってしまって申し訳ないです。はい、最後です、はい、こういうふうになりましたら最後の目、糸を切ってハサミで切ってくださいねでこのループに、このループに糸端を通して締めます。軽く締めておきます。こういう形でね、あのこの大きい目を入れることで妊娠ローハートってこう数えやすくなりますね。はい、で10段おきに印を入れとくと、まあ10段で入れて20段目で外してここ入れてってしたらいいと思うんですが、はい、こういうのを、まあ、ご自分が編みたい数編んでください。で間にね模様が両サイドに入ったり間に入ったりしながらこうで、こういうねつなぎ方もできますよね。こういうつなぎ方ね。であの本当に本当にまだ模様編みは無理っていう方の場合は、これはあの常に表を編むっていう、この端の3目以外はね常に表を編むっていうやり方でしたけど、あの前が全部表目になるように裏では裏を編んで15目、中の15目ですね、裏では裏を編んで表では表編みをしてっていう、あのその、まあ、メリアス編みって言われる編み方ですが、それを交互にしてもね、あの綺麗だと思います。あの目の、目の風合いが違ってくるので、とにかくあの初心者のうちって何かをこうあの作り上げ、あの作る完成させるっていう達成感でね、あのじゃあ次はっていうふうにこう、うん、こう上達に拍車がかかるので、今回こういうねあのモチーフで、ちっちゃいこういうモチーフで一つ一つがあの慣れてなくても比較的早くに完成して、
ていう形でやったらどうかなっていうご提案なんですが、で次回からは一つ、まあ、私がこんなのどうでしょうかっていう模様をね、いろいろ編んでみたいと思います。一回ずつ一模様っていう感じでやっていきたいと思います。はい、以上です。